いつも大変お世話になっております QCD 革新研究所の中村です。今回は食品異物対策シリーズの8という形でですね、ハサップやいろんな規定がありますけど、そういったものをですね、上手に利用する方法をちょっと紹介してみようというふうに思います。ハサップは宇宙食の開発とともに作られた規定です。これはですね、宇宙に持っていく食品に問題があってはいけない、そうなると検査しなきゃいけないといってもですね、いちいち作ったものを検査していると結局破壊してしまうんで問題になるわけですね。そこでですね、プロセスが正しければ物理現象として同じものができるはずだという考え方で規定化した内容です。ハサップを企業の中で利用しようという対策については、ここにあるような多くの要件がですね、具体的に挙げられています。ここで大切なことはですね、リスク防止なんですね。要するに問題を起こしてから対策するということではありません。このようなことからですね、食品異物に関しましては、ここにあるようなですね、チェックポイントが、ハサップを利用する形でいろいろと紹介されているんですね。これらすべてですね、いかに使うべきかということがポイントになってまいります。これもそうです。これは昆虫対策に対してですね、まとめられた内容ですね。昆虫というのはですね、地球上で物理現象の特性を持って動いているんですね。そういう意味ではですね、ハサップの対象としてですね、こういうチェックリストを利用していくということは極めて大事です。ちょっと右の方に書いてあるんですけどね、常識ではなかなかっていうわけですね。食べ食う虫も好き好きなんて言いますけどね、これあれですね、わさびなんかにも入ってくる虫がいるんですね。まあこういったことでですね、多くの方が研究した内容を上手にまとめたものがハサップと同時にありますのでね、いかに利用するかということが、まあ、我々の仕事になってくるということです。ハサップの利用に対しては立派な書類を揃えてですね、立派な説明することが目的じゃないと思うんですね。あくまでこういうのをチェックリストに使ってですね、具体的に製造現場の中でですね、どういった問題があって何をしなきゃいけないかということをですね、見ていくということが大切なんですね。そのために、URL なんかでハシップのですね、この内容を見ますとね、ここにあるようないろんなですね、ガイドが出てるわけです。ですからこういったものをですね、上手に利用されて、まあ、社内で問題を起こさないようにしていくということが、まあ、ハサップに対する利用法ということになるというふうに思います。これもですね、URL なんかに各社が紹介している例ですね。もうすでにですね、オンデコのシリーズの14の中で詳しくこういったですね、対策の事例を紹介してるんですけどね、あるいはですね、QCD.jp の中にいっぱいこういった対策の事例があるんですが、こういうものを参考にされてですね、具体的にご利用されることをぜひお勧めしたいというふうに思います。当時の徹底なんていう内容がありますね。これに対してもですね、ここにあるような内容が紹介されているんですよ。ですから、こういうものはですね、徹底的に内容をよく見て、利用法を考えることが大切だというふうに思います。